僕の名前はエイジ。来週から夏休みでクラスのみんなが浮かれている中、一人どうしようもなく憂鬱な思いを抱いている。それでは夏休みの林間学校の班を決めたいと思います。高一にもなって近場のキャンプ場に泊まりとかさえねえよな。まあ本命は来年の海外研修だし、ないよりマシじゃん。それじゃあ4人1組になって、ぼっちにとって地獄のグループ行動が待っているからだ。あれ、エイジひょっとして1人？え、ああ、うん。じゃあうちの班来る？うちのとこまだ3人だから。え、彼女は光、クラスの女王様的なギャルで、よく仲間たちと僕をぼっちだ陰キャだといじってくる。正直かなり苦手なのだが。光あっさしい、荷物持ちにでもすんの？ちょっとしげる、こいつんち寺なんだからめったなこと言うと祟られるかもよ。そうだった、こんなむさ苦しい頭してるから忘れてたぜ。わかりやすく坊主にでもしてこいよ。要は体のいい雑用兼いじり相手か。正直林間学校なんて行きたくない、行きたくないが。ただいま。おかえり。お前夏休みの予定は？来週からうちの境内でラジオ体操始まるから暇なら手伝ってほしいんだが。来た。それとお盆に向けて檀家さんが来る回数も増えるから、墓地の草むしりとお堂のすす払いと、あと林間学校に行かなければ、いえ、かっこ寺の手伝いが待っている。普段から手伝っているが、夏場の手伝いは格別に過酷だ。来週は学校の旅行が。そういえばそうだったな、友達としっかり楽しんできなさい。そんなこんなで林間学校当日、案の定雑用係。それでも炎天下の草むしりに比べればマシだと信じたい。林間学校の楽しみといえば、ピクニック、飯盒炊爨、キャンプファイヤー、そしてもう一つ、そう、肝試し。肝試し忘れたの？ほら、係の子がレクリエーション用意しておくって言ったやつ。ルールは簡単。今日昼食をとった裏山のキャンプ場の奥に祠があって、そこに班ごとに数字の書かれた封筒を用意しました。それを取って戻ってきてください。各班に一つずつ懐中電灯とお清めの塩を用意したので持ってってね。塩？ここだけの話ですが、戦前までここの裏山では神隠しと呼ばれる子供の失踪事件が何件もあったそうです。さらわれた子供の霊がまた別の子供をさらい、その霊がまた。そこで子供たちの霊を慰めるために建てられたのがあの祠だそうな。はいはい、子供の霊ね、来るなら来いってんだ。肝試しとか小学生ぶりなんだけど、めっちゃ楽しみねえ。光、どうせ子供騙しでしょ。じゃあ三班の皆さん、ご出発ください。道は昼間来た通り、この道通りに行けばいいんだよな。なんか昼間とは全然雰囲気違うね。うっかり森の方入っちゃったら戻ってこれなそう。あんた、念仏唱えなさいよ。え、僕に言ってる？寺生まれなら念仏の一つ二つできるでしょ。念仏って別に悪霊退散とかそういうものじゃないから。できないの？使えねえな。ま、幽霊なんかいるわけねえし、いざとなりゃ俺が塩でも巻いてやるって。ここか。なんかすごいあっさりついたね。肝試しって言うからもっとお化け役とか飛び出してくるのかと思ったけど、学校の行事じゃこの程度だろ。確か祠の中に封筒があるんだっけ。じゃ、エイジよろしく。え、こういうのはお前の役目だろ、さっさと行けよ。わかったよ。あれ、この狐って、ん？今、なんか物音が。またまた、そんなわけ。何、何なの？これやばいんじゃない？まさか、さらわれたっていう子供たちの幽霊？嘘！じゃあ私たちのこと仲間にする気じゃん！ええ！しげる、置いて。
ないで。お願い、お願いだから。どこにも行かないから一旦落ち着こう。落ち着くって幽霊だよ。塩もライトも持ってかれちゃったし、このままじゃ私たち幽霊じゃないよ。なんで言い切れんの？ほら猫。うん、よかった。てか、あんたさっきから涼しい顔してるけど、幽霊じゃないって気づいてたの？そりゃ、あの祠は祀ってるのお稲荷さんだし。お稲荷さん？お稲荷さんって五穀豊穣の神様を祀るものだから、どう考えても子供の霊を慰めるために建てられたのは作り話だろうなって。分かってたなら先に言ってよ。もう、いや、言う前にみんなパニックになっちゃったから。あ、封筒あったよ。あんたずぶとすぎ。ほら、うちお寺だからこういうの慣れっこだし。慣れっこ？家のお堂から謎のラップ音が聞こえたり、墓場で火の玉見たり、寝てる時に金縛りにあったり。もういい、もういいからやめて。ごめん、でもそういうの経験してるから断言できるよ。ここには悪霊なんていないって。私の方こそごめん。この年になってもお化けとか幽霊が怖いとかマジダサいよね。苦手なものは仕方ないよ。ともかく戻ろう。あのさ、手握っていく？え？あの、変な意味じゃなくて、その念仏は唱えてあげられないけど、寺の子だし魔除けぐらいにはなるかなって。何それ。じゃあ、あんた今から私のお守り代わりってことで。話さないでよ。光！よかった、ちゃんと戻ってこれたんだ。うん、あの後すぐにお化け役の子と会えて送ってもらえて。本当は帰り道ホッとしてるところを脅かすためにスタンバイしてた子なんだけど。何はともあれ、二人とも怪我もないみたいだし。いやー、よかったよかった。あやはともかく、あんた真っ先に逃げたでしょ。幽霊とかいないとか言っといてマジダサすぎ。本当に悪かったって。てか、なんで二人手つないでんの？えっとこれはそんな深い意味じゃなくて、誰かさんが懐中電灯を持って行っちゃったから引っ張ってもらったの。口先だけのビビリよりエイジの方が1億倍頼りになったし。全生徒が無事戻ってきたので、皆さん封筒を開けてください。そうだ、封筒忘れてた。ちゃんと持ってきたよ。ナイス。さあ開けよう開けよう。あ、これお昼の。そういや、係の子がチェキ取って回ってたね。ちゃんと4枚あるし、1人1枚ずつってことで。なんか青春してるな。エイジ君、ありがとね。え、封筒持ってきてくれたのエイジ君だし、お昼もめっちゃ頑張ってくれたし。そうそう、エイジ実はめっちゃできるやつだから。なんで光が偉そうなんだよ。いいの。あはは。林間学校はその後特にトラブルもなく無事終了。今思えば、手をつないでたあの時間はひと夏の夢のような気がしている。戻ってくれば結局お寺の手伝い。光さん元気にしてるかな。わっ、うわお化け怖くないんじゃなかったっけ。光さん、なんでここに。まさか生き霊。生き霊って何よ。たく、こないだは私だけ恥ずかしいところ見られたから、今度はあんたのびっくりするところ見に来てやったの。そっか。で、そのためだけに来たの？実はさ、あの肝試しの時以来、なんかずっとあんたのことが頭から離れなくて。え？つまりその、私、あんたのこと好きになっちゃったみたい。だから、付き合って。ちょっと、なんで黙るの？それもドッキリ的な？なんでそうなるの？いや、だってあの光さんが僕のこと好きなんて、そんな。ほら、私の手、あん時よりずっとドキドキで震えやばいし、これでも嘘だって言うの？本当だ、これは。僕もあの時から光さんのことが気になって。好きです、付き合ってください。お墓で告白とか風情なさすぎ。ごめん、で、それは光さんが。
じゃあ私も草むしり手伝うから、さっさと終わらせて買い物でも行こうよ。初デートまでお墓で肝試しは嫌だからね。うん。寺育ちの陰キャが肝試しでクラス1の生意気ギャルを見返した結果、そのまま付き合うようになりました。漫画エンジェル猫岡では、スカッとする話、感動する話、キュンとする恋愛漫画、読んでいて心が温かくなる、優しくなるをテーマに物語を制作しています。コメント欄で盛り上がっていただけると嬉しいです。また遊びに来てね。